限切れのバターの匂いがする。お宝の匂いしかしないけどね。宝はどこだ。最後に一仕事していくよ。あんたら目的を忘れたわけじゃないだろうね。警戒を怠るなよ。おいカスタードなんちゃら、あんたが探してた赤いカーペットがここにあるよ。あの城が見えるか。きっとあそこがワッフルロボットの製造工場に違いない。じゃあどんどん進むぞ。どうせならでっかい宝箱のある道に沿って案内しろよ。波に乗って進め。海に力を。先生がお手本を見せましょう。新芽たち、波に乗って進め。海に力を。先生がお手本を見せましょう。すすく育て。波に乗って進め。海に力を。先生がお手本を見せましょう。すすく育て。新芽たち、波に乗って進め。海に力を。次は誰が相手だ。
手本を見せましょう。神明たち、波に乗って進め。先生がお手本を見せましょう。すくすく育て神明たち、波に乗って進め。先生がお手本を見せましょう。すくすく育て神明たち、波に乗って進め。先生がお手本を見せましょう。すくすく育て神明たち、波に乗って進め。力を方々のおかげです。神明たち、波に乗って進め。先生がお手本を見せましょう。神明たち、波に乗って進め。先生がお手本を見せましょう。すくすく育て神明たち、波に乗って進め。先生がお手本を見せましょう。すくすく育て神明たち、波に乗って進め。今回のラテはどう？味クッキー、しっかりしろ。もっと周りに注意を払え。うお、床がところどころ崩れてる。気をつけな。あれは自然に古びたわけではなさそう。黒粉戦争の痕跡かな。どういうことだ。戦争なら昔に終わったんじゃ。大昔だけど、それ以来修理するクッキーがいなかったのかもしれない。みんな暗黒魔女クッキーに追い出されたってこと。暗黒魔女クッキー、なんて恐ろしいこと。このままじゃ危険だ。穴を埋めよう。これで。うわ、下に見える捨てられたものを見て。まるでおもちゃみたいだ。おお、こっから落ちたら一瞬で粉々になりそうだな。
生がお手本を見せましょう。新芽たち、波に乗って進め、力を、先生がお手本を見せましょう。すくすく育て、新芽たち、波に乗って進め、力を、先生がお手本を見せましょう。新芽たち、先生がお手本を見せましょう。すくすく育て、新芽たち、波に乗って進め、力を、運命を切り開いたのですね。仲間を隠してるに決まってる。僕のこと
知らないくせに、いきなり疑わないでくれる？ああ、無理、気分悪い。君たちだけでどっか行ってよね。勝手にしな。知りもしないクッキーより自分の勘を信じるさ。先生がお手本を見せましょう。すくすく育て、新芽たち。波に乗って進め。先生がお手本を見せましょう。すくすく育て、新芽たち。波に乗って進め。先生がお手本を見せましょう。すくすく育て、新芽たち。波に乗って進め。力を。先生がお手本を見せましょう。すくすく育て、新芽たち。波に乗って進め。力を。先生がお手本を見せましょう。おお、こりゃなんだ。いくらくらいするかな。ワッフルロボットの部品すら知らないの？お前ここにいたのか。ちょうどいい。宝をもっと見せろ。それが宝物なのは認めるけど、持って行ってもいいとは言ってないよ。僕に必要な部品なんだ。手に触らないで。やだね。私のわしのように素早い腕前で得た戦利品だ。喧嘩しないで、返してあげまえよ。あっちのアイスクリームが主成分のクッキーの言う通りだ。うま、そこのチリソース顔料約 13g のクッキー、よく聞いて。ここは僕の遊び場なの。ここにある王国に残されたものは全部僕のもの。優しく教えてあげてるうちに返した方がいいよ。納得いかないね。私の手に入ったら私のもんだろ。ベネチアでクッキーに強敵現る。勧誘成分通り面白いクッキーだね。ちょっと聞いてもいいかな。ここに本当に一人でいたのか。王国のクッキーたちは知らない。王国が滅びたのは大昔だろ。なんで何も知らないの。そんな、こんなに大きい王国のクッキーがみんな消えるなんて。君はどこから来たんだ。さあね、どこかな。僕を捕まえられたら教えてあげる。君たちが鬼ね。